ザロックスの倉庫群、ザロックスの街並みザロックスは、シティオブシドニーの北西部の港に隣接した地区である。ビクトリア時代の古い街並みが残り、観光客向けの商業施設が集まっている。地区の西側にハーバーブリッジ、東側にはサーキュラーキーが隣接している。ザロックスの歴史は古く、シドニー植民地に入植が始まった1788年、直後に、 木造の建物が建ち始めた。当初の住人はイギリスから送られた受刑者、公安労働者、アボリジニなどで売春宿や賭博場があり、シドニーのスラムと認識されていた。後に地元で産出する砂岩が建築資材として使われるようになり、これが地名の由来となった。1920年代にはハーバーブリッジ建設のため多くの建物が解体、撤去された。 第二次世界大戦後は、町の荒廃が顕著となったため、州政府が再開発計画を策定した。これは老朽化した建物を取り壊し、高層の公共住宅に建て替えるというものだった。しかし、住民の強い反対運動があり、計画は中止となった。1970年代以降、ザロックスの歴史的町並みが再評価され、多くの建物が文化財として登録された。 ザロックスは開発が制限されているためシドニー c b d から外れている。ありがとうございます。